今回の走行でポイントになったのがブレーキセッティング、果たしてどのような走りになったでしょうか。はい、ということで末期機ブレーダーの走行はいかがだったでしょうか。今回のコースレイアウト、難しいポイントとしては二段山スロープ、この作者をクリアするためにリアには 2mm の赤ブレーキ、フロントにも赤ブレーキ 1mm 幅をこのように貼ってあげることで、マルチテープで先端を隠すことで
剥がれにくくするのと、ブレーキに貼る面積を調整することでブレーキの効き具合を変えていきます。また今回のコースレイアウトをよく見てみると、こういったパンクセクションというものがなかったので、極端にパンクスルーを無視したブレーキセッティング、範囲こそ遅くなりますが、これで完走することができました。ということで今回のコースレイアウト、ちょっと特殊なパターンでしたので、次回またオーソドックスなレイアウトで走行してみたいと思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。